この丘があいつの世界、他人のために戦い続けた男が手に入れた歩みの果て。この風景を抱いたまま、あいつは満足だと笑って死んだらしい。バカじゃないの、本気で。そう、ともかくそれが無性に頭に来た。頑張って頑張って、凡人のくせに努力して、血を流しながら成し得た奇跡があった。なら幸せにならないと嘘だ。多くの人間を幸福にしたのなら、そいつらが束になってかかってきても負けないぐらい幸せにならないといけないはずだ。けどそんな報酬は与えられなかった。代わりに与えられたのは、死んだ後も守護者として使役される運命だけ。どうしてそんなことに気がつかなかったんだろう。サーヴァントはあらゆる時代から呼び出される。現在と過去、そしてまだ見ぬ未来からですら英霊となるものなら呼び出せる。かつて自分が生きていた時代、生きていた町に呼び出されるサーヴァントがいないとは限らない。それを思うと悔しくなる。だってどちらも救われない。かつての自分を見る側も、いつかの自分を見る側も、変わり果てたその在り方に胸を痛めるだけなんだから。誰かのためになろうとする大バカの結末を私はもう知っている。そいつは進んでその後を差し出した。死んだ後も人々を救えるのなら、それは願ってもないことだと。生前は力がなくて救えなかったけれど、英霊としてならあらゆる悲劇を打破できると信じて、死後の安らぎを売り渡した。もっと多くの何万人という命が救えると信じきって。けどそんな希望も裏切られた。言えることは一つだけ。そいつはずっといろいろなものに裏切られてきて、最後の最後に唯一信じた理想にさえ裏切られた。